名付けてキノコのミルフィーユデュクセルを挟んでだぜ。まず見た目だけでも素晴らしい。では早速実食といこうか。ね。すごい、複数のキノコのキュッとする風味とミルフィーユの極薄パイ生地がしっとりと絡み合う。メイス小林が使った主役食材は椎茸。オリーブオイルでじっくりコンフィし、旨味を閉じ込めつつ風味をじっくりじっくり高めています。シャンピニオンとエシャロットをニンニクとバターで色濃く炒めて出汁で煮詰める。砕いた木の実や生クリームを混ぜたデュクセルをパイ生地に挟んだのだね。そして一番の味の決め手は酸味。あ、この酸味は一体どんな食材の酸味かな。アリンコ。やっぱり希少食材マスターだったか。っていうかアリ、そんなのアリ。アリなんだな。これがアリが分泌する蟻酸って言われる物質を抽出してデュクセルにぶち込んだのさ。なるほど。蟻酸は多量に摂取すると毒ですが、少量であれば素晴らしいアクセントとなります。余計な甘さがなく、キレのある酸っぱさが鮮烈な印象をもたらすのです。こと甘みにおいては柑橘類を凌駕するほど繊細で奥深い味の表現が可能だ。完全に一流の領域に達している。年寄りのアリだと蟻酸が出すぎて味がエグくなっちまうから、若いアリの方が爽やかな甘さでいいんだよな。ちくしょう、やっぱりすげえ。やるじゃねえか第二席。あんな奇抜な食材を完璧に使いこなすとは。繊細で優美な前菜メニューだわ。前菜。客の食欲を刺激し期待感を煽る役割を担う。そう、まさしくこの品の前では美食の世界を舞う蝶も抗うすべなくなされるがまま、ありったけの怪力でメインディッシュへ